今からセブンイレブンで、お金を下ろしていきたいと思います。この中国信託銀行っていうところが台湾の結構大きなプライベートの銀行です。でこっからねタクシー、まずはカード入れますよね。チェック。まずここにカード、そしてこれです、ビーコン、これです、パスワード、で僕今回家賃を払うので5万元で、これ印刷ってやつです。これがカードが出てきます。うお、5万元です。約10、今で言うといくらなんだろう、5万元です。で終わり。まあ日本と一緒です、こんな感じです。全部大家さんに持ってかれますけどね。バイバイ。